はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、バイオハザード4やっていきましょう。前回ね、村をくぐり抜けまして、まあ、村長かわいそうだけど、ボコボコにされましたけどね、うん。そんな感じでね。ということで、お約束のアシュリーちゃん。あまりね、近くからね、観察しすぎるとね、しゃがみ込んじゃうのでね、まあ、全体のスタイルをこうやって見ようと思うと、このくらい遠く離れていかないといけないということで、警戒せえよ、アシュリーね。とりあえず、このパートに関しては、おそらく、ちょっとアイテムじゃないや、長いんですよ、このパート。なので、多分、まあ、トータルでいくと30分くらいになっちゃうかもしれないので、まあ、一旦ね、半分に区切って、まあ、区切りのいいところでね、このくらいかなというところでね、区切ってね、進めていきたいと思います。なので、まあ、発音チャプター2つだけのところなんですが、まあ、そこはね、ご愛嬌、ご了承いただけたらと思います。まあ、このヘビはすごい、ね、爆風に飲まれながらもうちに切り抜けていけるということで、まあ、茶色になったのはロケランのせいだと思います、うん、いやーでもやっぱロケランって気持ちいいねと、まあ、いつシカゴタイプライターが手に入るかっていうところだけどね、まあ、シカゴタイプライターが手に入ったらそのチャプターからシカゴタイプライターにね移ってやっていきたいと思いますんで、まあ、楽しみにしてくださいね、まあ、まだまだちょっとお金がねちょっとどうなんだろうな、今いくらくらい持ってるのかな、Got a selection of what are you selling? 全然だね。まだ10分の3しか溜まってないよね。あ、今ちょうど10分の3超えたと。ちょっと昨日ね、耳かきをやった時に、竹の先が追われてたのかな。もうちょっと耳傷つきちゃってたんだよね。痛っては、今ちょっと右耳が痛い。左耳は全然痛くないんだけど、右耳がなんか変にね、詰まってる感があるかな。そしたら、傷が入って、ちょっとあれかもしんない。なんだっけ、かさぶたができてるかもしんないな。ちょっとアイテム整理しよう。なんかね、最近、まあ、ご相談を受けたんですよね。まあ、中学生か高校生くらいなんですけど、子供じゃないや、親に部活辞めさせられそうなんですけど、どうしたらいいっすかみたいなね、質問をもらったんですけどね、結論言うと辞める必要ないっすよ。うん。なんか勉強の、なんかまあ、成績が悪くて、ちょっと勉強をするために部活辞めさせられるそうみたいな話をしてるんですけど、はっきり言うと、やめたところであなた部活しないでしょっていう話なんですよ親もそこら辺を理解してる、してないといけないんですけどね。まあなんか勉強するための時間を確保すれば勉強するんじゃねとかって安易に思ってるかもしれないですけど、やんない絶対勉強なんかやんない。僕だって部活めちゃくちゃやりきって、中学校3年間部活やりきって10月の頭くらいまでやってたけど、そっからの1ヶ月間本当何にも手つかなかったですからね。だから、ね、本格的に受験勉強始めたの11月とかだったし、そんなもんなんですよ。1ヶ月間丸々放棄してて、でまあやっぱちょっと焦りもあったから、そろそろ勉強始めようかっていうふうに思う。だから何のためにその勉強させんのっていう話だよね。で成績が悪いから上げるためとかだったらもう意味がないし、その大学とかね、その高校とか行きたいところに行けるだけの成績が取れてれば問題はないんですよ。学校の勉強なんていうのは、その学校の勉強の先に将来こういうふうに役に立つとか、例えばその政治の勉強とかお金の勉強とかね、生きることに役に立つ勉強をするための時間とかだったら、それはそれで親が説得しなきゃいけないんだけど、成績悪いからじゃ あダメですよ、普通に勉強しなきゃいけませんよ、成績上げてくださいよって話しました。絶対勉強なんかしないから。実際ね、僕の中学校の1個上の先輩、たまたまそのパートナー企業で勤めてる人が、本当にね、中学校が一緒だったっていう人がいるんですけど、1個上でね、サッカー部入ってた人なんですけど、親に成績が悪いから中2くらいの時に辞めさせられたそうなんですね。そっから結局全然勉強しなくて、まあ、偏差値50ちょっとあるかないかくらいのところの高校に行った。でも別に偏差値がその差し加減になるかって言ったらそうじゃないかもしれないけど、でも勉強を手につかないままダラ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 その1年半くらいをなんか部活辞めた後も過ごしてて、で結局何もやらない、なんか中途半端な高校に行ったって自分で言ってたんですけど、でそのことに関してはその未だに親を恨んでるっていうふうに言って、親を恨むですよ。恨むってなかなか過激な表現だと思うんですけど、でもそういうことなんですよ、子供にとったらね。で一方でね、部活やりきったやつとか、なんだろうな、面白かったのが、帰宅部のやつって言って、成績めちゃくちゃいいっていうやつ、珍しかったんですけど、逆に部活やってるので、うん、成績がいいっていう、この帰ってたところの地域は、北野高校とかね、茨城高校っていう、まあ、北野高校とかだったら大阪の3本指に入るくらいの公立高校だったりするんだけど、北野高校行ったのが女の子3人いたんだけど、いずれも部活やってた、陸上バドミントンかな、部活やってたし、
茨城高校に行ったやつも野球部のキャプテンやってたりとか、あと陸上部でマラソンすごいやつだったりとか、すごい持久力だけど高かったやつがいっぱいだったんで、逆に帰宅部でそこそこの学校行ったやつでパッて浮かぶのがいないんだよね。まあ、帰宅部がそもそも珍しいってのがあったんだけど、そんな感じなんですよ。で、僕自身もそのバスケやってましたって話何回もしたことあるけど、バスケやってて、で、まあ、8月末に大会が3年生最後あって、その8月末の大会が終わって、その時に決勝まで地区で残れば、まあ1位と2位ですね、まで残れば、9月末から10月頭にかけて、その地区2位と、大阪でベスト4に残った、夏の大会でベスト4に残ったチームだけで、まあなんか究極の大会みたいなのが開かれるっていうのがあるんですけど、で、まあ、7月の終わりくらいにその大阪選手権だったかなっていうのがあって、で、そこで、まあ、残念ながら負けたんです。負けた直後に、友達っていうか、友達じゃない、その部活でそのスタメンやってた一人が、ちょっと俺部活辞めるって言って、あってなって、え、お前、スタメンなのに部活辞めて何すんのって聞いたら、いや、ちょっともう受験勉強を始めようと思って、まあ確かに、中学校だろうが、高校だろうが、夏がね、ね、夏がその受験勉強の過渡期だっていうことは、まあみんなが分かるところだとは思うんだけど、え、今更そのお前スタメンで活躍してるようなやつが、やめて、勉強に集中できると思ってんのって思ったんだけど、まあそいつのなんか意思はあったっていうのも、次の日から本当にピタッと来なくなって、マジかふざけんなって言って、ちょっと呼び出して、お前どうなってんのふざけんなよって言ったけど、この無表情全く一切変えずに、もう俺、行かないからって言って、で、まあ、結局、控えから同じ3年のやつがスタメンに1人になったんだけど、いや、その時はマジでふざけんなと思ったけどね、そいつ、ね、スタメンの中でもやっぱりそこそこの活躍を見せるようなやつだったから、僕とね、久保キャプテンで、まあ、大体5、60点試合を取って、そいつがまあ、10点くらい取って、で、試合に勝つみたいなね、そんな感じだったの。そんな感じの組み合わせだったんで、いや、そいつがいなくなるっていうのはね、まあ、ディフェンスでもオフェンスでも相当、まあ、しんどい思いをすることになるんだけど、もういいわ。で、結局、やめて、ところがね、結局そいつね、まあ、夏休み勉強しなかったんだろうな、代わりにスタメンになってすると全く同じ高校に行ったからね、で、そこみたいな、そんなレベルみたいなところに正直行ったんですよ。まあ、もともとの学力の差っていうのも正直あったからあれなんだけど、申し訳ないけど、僕と、スタメンの一人と、で、その辞めたスタメンのやつ、まあ、がいて、そいつらが、そいつと、同じ塾だったんですよ、その3人。僕とその辞めたやつと、もう一人のスタメンのやつ。で、その3人の中で一番いいところに行ったのが僕で、で、真ん中の高校に行ったのが、もう一人のスタメンで、で、3人目が、3つ目のところが、なんか大した、辞めたやつが一番大したことない高校に行ったっていうね、そういう感じだったんですよね。夏休みの勉強とはと思ったんだけど、結局そんなもんなんですよ。だから、打ち込んでたものを辞めたところで、勉強の時間なんか増えないんですよ。一生懸命やるって言ったくせにその程度っていうところになっちゃうん で、これってなんでかっていうと、人間で好きなものと嫌いなもののバランスっていうのがすごい大事で、嫌いなものをやったから好きなものを一生懸命やろうって思うし、好きなものを一生懸命取り組んだからこそ、ちょっと嫌いなものを我慢 しようかなみたいな、ね、そういう風になれるんですよ。ところが好きなことばっかりやってたら、もう満足してしまって飽きてきちゃって、ほうけて何もしなくなるっていうのもあるし、一方で嫌いなことばっかりやってたら、まあ、鬱状態になっちゃうみたいなね、そんなのがあるんで、人間そんなもんなんですよ。どんまい。そう、そんなもんなんですよ。一生懸命やったとてっていうね、ところがあるから、そうなるくらいだったら、そこのバランスはきちんと取った方がいいです。親御さんもね、そのことを理解して、ないんだったとしたら、今すぐ考えを悔い改めろって思うし、反対に分かってるのにそうさせてるんだとしたら、あまりにも愚かしい話だなっていうふうには思うんで、だからね、高校生の中学生か高校生か分かんないけど、そのご相談いただいた方に関しては、辞める必要はないですよ。辞めたところであなたの成績は一切上がらないですから、残念ながら。そこはね、ちょっときつい方するかもしれないけど、だって勉強しないでしょ、だって部活やってた時間、家帰ってさ、
で家帰ってから、まあ、普段例えば家に帰ってくるのが7時です、7時からご飯食べてとかってね、あので8時にお風呂入って、で9時から10時まで勉強しますとかっていう生活を毎日仮に過ごしてたとしてさ、じゃ あの部活がないから、ね、4時半に家帰ってきます、その2時間半何するか、多分漫画とかゲームとかしてるだけよ。うん、自分がね一生懸命打ち込んでるものがね急に取り上げられた、ね、その心のぽっかり開いた穴を何かで埋めようと思ったらね、あのね非常に虚しいもので埋めようとしちゃうもんなんですよ。だからそこら動きなさいよ。そんなおいいたのかい。人間そんなもんだからね。僕もねでもね部活一生懸命やってたって言うけどね、あのね父親からはね反対されてたっぽいですよ。だから直接は言わないんですよ、親父も卑怯な人間だから卑怯な人間って言っちゃったけど、親父も卑怯だからさ、おかん越しになんか僕とかね弟たちとかが部活をやることにもう心よくあんまり思ってなかったっていう話はよく聞いたことがある、残念ながらね、うん、でなんでかっていうと高校の時に俺は勉強しか3年間やってこなかった、俺の青春は勉強だったからやみたいなことで、あなたの時の青春と俺の青春が一緒なわけないやん、知らんわそんな話っていうところなんで、うん、そんなのはもう全然どうでもいいなと思った、正直思ってしまったけどね。でまあまあそれはいいとして、そうそう、だから、ね、まあ、やっぱ親としては子供がどうなるかならないかっていうさ、別に奴隷じゃないしさ、おもちゃなわけおもちゃでもないんだからさ、子供がやるようにやりたいようにっていう、ただそこで例えば非行に走りとかさ不良になっちゃうっていうような、あの荒ぬ道に進んでしまいそう、犯罪を犯すとかねっていうのを、それは食い止めなくちゃいけないけど、そうでないんだったらあのね変に縛りつけたところで親ができることなんていうのは、子供がこれやりたいって時にそれを叶えられる環境をきちんと整えてあげられるかどうかくらいなんですよ。だからね、だからあの右に動き左に動けとかって操作しようとする親とかってよくしょっちゅういるけど、そんなの無理だから、自分たちがそうだったでしょって、うん、おっぱいツンツンってね、ということでちょっと白熱してきたところであるんですけども、チャプターが大体半分くらいのところに、までやってまいりましたので、一旦ねこの辺りでね終了したいと思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートでお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタンとグッドボタンもお願いします。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。 Wait.